真夜中なのにヤッハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジャレギナマです。現在2024年の11月1日金曜19時26分ですね。はい、Amazon プライムにてルルオニケンシン京都ドーランの5話トータルの28話見ていきます。先に軽く自己紹介するので興味ない方は30秒ほど飛ばしてください。自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回月曜から夜更かし目覚ましテレビ生放送を昨年世界まで見えテレビ特捜部でビートたけさんと今年は痛快明石家電車で明石家さんまさんと共演テレビには30本以上出ました。2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らずほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数、チャンネル登録者数の伸びなさ、これにずっと苦しんでますが、1日前休まず動画投稿を続けてます。で、いきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイムで広告が入りますので申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションのみ確認いただくということでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。剣を抜け獅子王、いとまたね。そう、竜将戦でやられたな、ほんで。ああ、来たね。で、終わったね、ここで。そう、エイジが尖閣は俺が、殺す気する言うたから、エイジのこの燃えたぎった復讐のね、魂は一体どこに。そうで、佐野助と、そうやね、弥彦と、薫もぼちぼち今週出てくるんじゃないかな、また。ね、再び京都やったっけ今回。もうセガサタン星人の頭。アホが。うん、そういうことやね。
あ、宗次郎がいて強いんやろね、瀬田宗次郎って点検山の眼力か。天気。あざな。あれ、こんな身長高かったんかい。喜怒哀がないのね、この瀬田宗次郎は。当日だっけね。抜刀術だね。この時計まだ生きてんのかいな。ほう、互角か。始まれた。え、折れた。お互い？おお。相打ちか。
強いんやね、この瀬田総二郎ってやつは。何歳やねん。消えた。早っ。これ肩もどないすんねん、これ俺だし。ああ、いいですね。パス決定言うてる。あ、斉藤か。うん。ほう。鬼やな、ほんまに。え、もしかして瀬田総二郎誰かにやられてる？いや、早っ、先回り。なんぼほど早いね。
小鉄ね、ファイナルファンタジーだったな小鉄。本刀十本刀。時代って誰や？家内？いやあ、よ、嫁おったんかい。忠実、あ、史実です。ああ時を想像図。金八セブンの慎太郎みたいだな。斉藤先生。秘技分身百面相。あ、まだあったんや。乾杯ね。
どっかで知るんやろな、真実を。墓やろね、兄貴の。うん、まあ墓というか、ああ線香の代わりかな、これは。再び京都へ。あれ、戸松遥さんかい、駒形由美。多分前も見てんやろうけどね。あれ、戸松遥さんじゃんかい。あ、紹介します。戸松遥さんです。黒江真由ですね。水耕瀬ってなんか四文字熟語の曲名多いな。あの表情差分とかね、あの君はメイド様の、あともう一個あったぞ、なんか四字熟語の、あ、なんだっけな、今回見てるやつあったぞ、なんか。はい、次回予告。ああ、シーメロ、シーメロって、ああ三条つばめちゃんやね、タイさんね。二重の極みていつ出てくるんやろ。ま、迷ってる。響き凌駕状態、森の出会い。あ、これで二重の極みかな。はい、これで二重の極み覚えるのかな。ちょっとほんまにルロケンシン、もう多分 1% ぐらいしか覚えてないと思うからね。 1% も覚えてないんちゃうかな。はい、まあいうことで、まずね、まあ尖閣をぶっ倒して、まあ劉翔戦やったかな、うん、で勝ったものの、まあ酒場島やからね。で、そこでまあ獅子王はくだらんと、その人斬りの魂を捨てたお前はくだらん的なことを言って、俺は京都に戻ると、万全の体制でかかってこいってたかな。で、その間に瀬田宗次郎に相手をさせると。ただあの瀬田宗次郎使った刀というのが名刀虎徹ね、なんたら虎徹、虎徹有名よね。あのファイナルファンタジーシリーズ全部出てたはずや。あ、全部って自分あのセブンまでしかやってませんけども。ほんで、まあ何、瀬田宗次郎は喜怒哀がないのね、楽しかないゆえに、まあ、殺気もなければ、なんつったっけ、闘気もなければ、それから、なんつったっけ、愛が、ね、悲しみもないから、その、人を殺す気することに何の躊躇もない的なことを言ったかな。で、まあ、そんな気を読めへんやつには、おそらく抜刀術で行くだろうというのを、まあ、獅子王誠は、まあ、呼んでて、そして、まあ、謙信の方が、まあ、打ち負けるだろうと。で、酒場と折れたものの、その虎徹も粉々にと、粉々というかはバキバキになったかな。
で、まあ、瀬田宗次郎も、まあ、またやって、また戦ってくださいねとか言って出てったと。で、その間に尖閣の部下たちは、我々どないしたらよろしいんでっかって言ったけどね、あ、まあまあ待機しておいてって完全に忘れるとったね。しかし、瀬田宗次郎、足速いんやな。先回りちょったんや。まさかの。で、謙信側は、まあまあ、その酒場とおられ、ほんで、まあ、英治が尖閣にとどめさそうとしたけれども、まあ、お前は、兄のような男になれということでね、うん、なんつったっけ、その怯えて従うだけの村人になるな、村人みたいになるな、まあでその力で支配する獅子王みたいなやつにはなるなとかね。で、まあ斎藤が、まあどうせこいつはもう拷問の上で、まあ、かなり拷問の上、まあ処刑台に立つだろうということで、そっちの方が苦しいぜって、こいつ鬼だわって言ってたけどね。そして、まあ、エイジってね、斎藤先生言ってたけど、弟子入りしたわけじゃないやんな。で、あんで師匠がは、その、だけ十本刀を召集せえって言ったかな。十本刀。まあ、十人のボスってことやんね。もちろん一人も覚えてないけど。これは、北斗の拳で言うたら全然ちゃうけど、あのサザンクロスの真のね部下 あのスペードとジャ順番で言うたらスペードクラブ、ほんでダイヤハートやったかな、やられた順番ちょっと忘れたけどみたいなもんよね、多分中ボスみたいな10人が、まあ、集められるわけやね。まあ、そして、まあ、エイジはその時をに預けよう。お前結婚しとったんかいと思わなかったけどね。ミサオもあのこう飛んでくるくる回ってためっちゃおもろかったね。まあほんでまあまあ、エイジはまあその村を出る前に寄りたいとこがあるんやってことで、まあね、兄貴のとこに。ほんで、まあ斎藤からね、お前はもう人斬りに戻れと言われたけども、まあその答えは京都にあるだろうと。うん、やっぱミサオのあのコミカルなシーンが、うん、いいね。なんかナイスなスパイスになってるというかね、なんと言ったらいいか言葉が下手で申し訳ございません。まあ、ほんで、まあ、最後 C パートでは佐之助が、森の中で迷ってると、うん、森の出会い、確かもう二重の極みは覚えてんねんけど、二重の極みをどこでどう覚えたかまでは全く覚えてない、うん、だからまあもうほぼほぼ初見なんでね、ほぼほぼ高校の時にリアタイでマジで一回見ただけなので、高校、中学高校やね、だから確か96年の1月から98年の、何月までだっけ、9月までとかやったから、自分が中3から高3までです。うん、だからほぼほぼ覚えてない。自分の高3っても26年前なんでね、うん、それは覚えてるわけがないですわな。うん、で二重の極みよう真似した、こう言ってこうね、こう言ってこう、多分二重の極みを教えてくれる人に出会うんじゃない、適当なこと言うてるけどね。はい、今はあとはもうね、剣心酒場刀はまた作り直せばいいんだけど、刀って銭かかるやんね。ちょっとその辺も心配ないけど、これ銭どうないですよ、銭はね、関西人やから銭の心配はします。うん、でもまあいつね、三沢にその御庭番衆のねことがまあバレるのかもね。ちょっとどういう、まあいずれバレるんやろうけど、どういうふうにバレるのかなとかね、もうちょっとその辺も気になるところですな。はい、ということで、るろうに剣心、京都動乱5話、トータルの28話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援、コメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分ちょっとで自己紹介するので、興味ある方はここで切ってください。自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない在宅で、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、約4年8ヶ月仕事がない状態、4年9ヶ月ですね、仕事がない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知って、ぜひ応援していただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。そして深田恭子さんと出たこの CM の URL もらっておりますので、ぜひ見てください。
アニメのリアクションその他諸々をスタートして今日で1679日目と長いですね。ただこのチャンネルはもっと長い2009年4月の24日からパフォーマーのチャンネルでスタートしてますが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクション動画は自ら手で削除させるという地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの今もずっと地獄で、冒頭でも言いたいに再生数チャンネル登録者数全く伸びず、正直しんどい、やめたい、ずっと言ってますが、それでもなお やればできる、諦めない、伝えたいと思って1日も休まず気合と根性だけで動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。